今回は青魚と卵のオーブン焼きです。材料です。サンマ3枚におろしたもの 70g、 パスタ 20g、 ゆで卵1個、ブロッコリー 30g、 パプリカ 10g、 チーズが少々となっています。なお市販のチーズは塩分が含まれていることがほとんどですけれども、多少の塩分なら犬の健康上問題はありません。下準備です。サンマはお腹の骨を包丁で取り除き、 1,2 センチの幅で切っておきます。ブロッコリーは固めに茹でて食べやすい大きさに、パプリカさいの目切り、ゆで卵は輪切りにしておきます。もしこの動画を楽しんでくれたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。じゃあまた。